定感がありますね、今場所は。あの、伊豆親方が今場所は身体をかける場所になると言っていましたが、この内容ですからね、鶴竜。そうですね、やっぱり本人がその開き直り、もう負けたら終わりだという、そういう気持ちでもうやってると思いますよ。優勝争い、どういう展開、面白くさせる要素はどんなところに出てくるでしょうか。いやー、もう栃ノ心がね、まあ、もう終わってますから、はい、その栃ノ心の左の上手を取